ピンク色のバッタっていうのは滅多に見つからないものなんで、見つかると大体テレビのニュースになっています。もしかしたら皆さんの中でその報道をご覧になった方がいらっしゃるかもしれません。私は今日犬の散歩をしていてこのバッタを見つけました。なので昆虫はあまり正直好きではないんですけれども、あんまりのが珍しかったので捕獲してみました。背中だけがピンクのものもあるんですけれども、こちらちゃんと側面までピンクでとても綺麗な桜色をしています。多分種類は少量バッタかなと思うんですけど、とても珍しいんで得した気分でした。でこのバッタ、幸運のバッタと呼ばれています。なので皆さんにもシェアしたくてこのように動画を撮ってみました。それでは最後までご視聴くださりありがとうございます。このバッタが面白かったっていう人はいいねボタン、チャンネル登録などをよろしくお願いします。それではまた面白いものがあったら動画を撮ってみたいと思います。